ホンダブロス。ブロスはかつてホンダ技研工業が生産していた V 型二気筒のレシプロエンジンを搭載したネイキッドタイプのオートバイである。ブロスはホンダ NV400 カスタム SP のエンジンをベースとした新設計の52度強角 V 型二気筒エンジンを搭載したロードスポーツとして1987年に排気量650。 cc のブロスプロダクト1と排気量 40cc のブロスプロダクト2が販売された。650cc エンジンを搭載するモデルは、プロダクト1、プロダクト1と呼ばれ、車体形式は RC31、車名は NT650 400cc エンジンを搭載するモデルは、プロダクト2、プロダクト2と呼ばれ、車体形式 NT25、 社名は NT400、それぞれ J 型、K 型、KE 型、L 型、LE 型とある。レーサーレプリカが全盛だった当時、普通のバイクを求める声も少なからず存在しており、気軽に乗れるバイクがいいが最新技術も捨てがたいという、相反する意見を接中したようなバイクがあった。年にはカラーチェンジのセミアップハンドルタイプが追加され、 ラジアルタイヤや中空3本、スポークホイールが装備された。また、輸出仕様も存在し、北米では NT650 ホーク GT ホークという愛称で販売されていたほか、欧州向けにはシャフトドライブ化された NTV650 ラビアが販売されていた。馬力は 61PS、8000RPM と日本仕様よりわずかに増加している。 ホンダ独自の位相クランク技術を用いた強角52度 V が多水冷エンジンが特徴で位相クランクによりバランサーなどを使わず V ツインエンジンとしてはかなり一時振動を低減できているトルクを重視し1万 rpm 以下で進化を発揮するエンジンのためシリンダーヘッドの軽量コンパクト化とコストダウンを両立できる最致死1気筒あたり吸気2バルブ排気1バルブの 計算バルブ方式やツインプラグを採用したことにより高い、吸排気効率と燃焼速度を速め、燃焼効率を実現し、低中速におけるトルクの増大を図っている。サイチェジーエンジンにしては、高出力と優れた燃料経済性を期待できるエンジンである。フリクションロスを抑えるために、バルブ本体を軽量化してあり、バルブスプリングも 荷重の低いタイプを使用することによりカムシャフトは同系列エンジンのアフリカツインなどよりオーバーラの少ない低中速型である。バルブ系の限界域は 1500rpm と言われている。点火リミッターはプロダクト1が 9200rpm、プロダクト2が 1200rpm である。メーター上のレッドゾーンはプロダクト1が 8500rpm、 プロダクト2が 9500rpm である。出力の特性は3000回転6000回転の間でフラットな台形を描く。同様の強角52度 V ツインには NV400、スティードなどがある。ゆったりとした V ツインのエンジンに五角目のアジャダン面、アルミフレーム、デザインされたホイール、極太のリアタイヤ、リアホイールは RVF の系譜らしく。 センターロック方式、プロアームと呼ばれる、型持ち式アルミ中造リアスイングアームなどが特徴だった。外観で見て取れる、汎用性強度を持たせる、必要のないほとんどの構成部品を、アルミ製ハフ掛け調に仕上げてあり、贅沢に作られている。前後のエキゾーストパイプもステンレス製、ハフ掛け調である。全モデルにサイドスタンド、センタースタンドを装備。また、 サイドスタンドセンサーはついていない。1988年1月に販売が開始されたモデルで J 型、K 型、KE 型を掃じて前期型、または1型と呼ばれることもある。プロアームに貼られるエルフプロムのロゴシールは、プロダクト2のフレーム番号1 0 6736までと、プロダクト1のフレーム番号1 0 2243まではない。 トップブリッジにホンダウィングのエンブレムが埋め込まれた。このモデルから全車にプロアームに、エルフプロムのロゴシールの添付。J 型、K 型と大きな際は、ジュラルミン製セパレート型ハンドルが、セミアップハンドルである。後期型、または2型と呼ばれるモデル。ブラックは末置きで設定され、ガンメタリックは廃止。ワインレッドは明るいキャンディブルゴーニュレートへ変更。 このキャンディブルゴーニュレットとローポジションハンドル L 型は受生産仕様となり LE 型が標準仕様となった。またタンク上のブロスロゴがガンメタリックからゴールド系のカラーへ変更。エンジンは電化系が電子制御の PGMIG に変更。エンジンオイル経路も見直されエンジン外側を走っていたオイルパイプが廃止された。 特徴の一つであったホイールが2本ずつ6本のフィン形状から3本スポーク風の形状へと変更され、色もガンメタリックからゴールドへ変更された。タイヤがフロント120、80から17インチ、リア150、70から18インチへ変更され、ラジアル化とともに重量も軽量化された。またプロアームの形状変更、タンクキャップのデザインの変更、 ウィンカー形状の変更がされた。L 型と大きな際はジュラルミン製セ,セパレート型ハンドルがセミアップハンドルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。